皆さん、こんにちは。東アジアを中心に絶大な人気を誇っていた人気俳優金城武さん。日本語のみならず中国語、北京語、広東語、台湾語、そして英語が堪能で、映画やドラマ、 CM など幅広く出演し、歌手としても才能を発揮していましたが、ここ近年その姿を見ることは減り、日本での映画出演は2009年のレッドクリフパート2未来への最終決戦以降めっきり途絶えている状態です。今回は金城武さんの結婚説や歴代彼女に加えて、日本の芸能界から消えた理由や現在の様子までまとめました。まずは金城武さんの簡単なプロフィールからご紹介します。名前、金城武。出身地、台湾台北市。生年月日、1973年10月11日。身長、180センチメートル。デビュー年、1989年。所属事務所、福流。中華圏を中心に活躍をするスター俳優の一人である金城武さんですが、一時期は日本でもおなじみの人気俳優だった時期もあります。台湾では高校時代から CM タレントとして活躍をしていた金城さんの日本デビュー作は、1995年のスペシャルドラマ「聖夜の奇跡」となります。金城さんの日本でのブレイクのきっかけは、1998年に主役石川慶吾を演じたドラマ「神様もう少しだけ」でした。人気ロックバンドルナシーの歌う主題歌「I for You」の切ないメロディも印象に残った。神様もう少しだけは平均視聴率 22.5% の大ヒットを記録しております。その後は2000年の恋やゴールデンボールといったドラマで、中山美穂さんや黒木ひとみさんといった大物女優と共演するなど、日本の芸能界でもどんどん存在感を高めていった金城さん。そんな金城さんにまつわる様々な噂を検証してみたいと思います。俳優要潤さんにかなり似ている印象を受ける金城武さんですが、実は日台ハーフだったりします。台湾育ちなれど父親が日本人という家庭に育った金城さんは、本名も芸名そのままに金城武という日本式の名前という意外な事実があります。日本で例えるなら田園調布や芦屋に該当する天武という高級住宅街で育った金城さんとなりますが、父親は鯉の養殖技術を台湾に初めて伝えた人物だそうです。ちなみに幼少期はマンション住まいだったという金城さんは、日本でセクシータレントとして一世を風靡したインリンさんとは同じマンションに住む幼なじみだった時期もあったそうです。持ち前のイケメンぶりから、幼い頃のインリンさんに一目惚れをされていたと言われている金城さんですが、自他ともに認める父親に出会い、家族で父親が一番のイケメンと公言しております。日本では4本のドラマと9本の映画に出演した経歴のある金城武さんですが、2010年代は日本での役者仕事を全くしていない状況となっています。金城さんが日本で最後に出演した作品は、2009年に公開された映画レッドクリフパート2未来への最終決戦となります。正確には日本と中国、香港の合作映画となるレッドクリフシリーズとなりますが、日本における累計興行収入は100億円を超える大ヒット作となりました。金城さんはレッドクリフシリーズでは主要キャストの一人である諸葛孔明を演じており、大きな存在感を発揮しておりましたが、この映画が日本絡みの作品で金城さんの勇姿を確認できる最後の作品となってしまいました。金城武さんが日本で役者活動をしなくなった理由には、日本と中華圏との演技論の違いが関係しているのではないかというネット上の指摘もあります。日本の映画ドラマ界の演技論の独特さに関しては、コメンテーターとしておなじみなデーブ・スペクターさんも以前から酷評をしています。レンドラに出演する役者の8割はとにかく芝居が大げさで、私今演技してますと顔に書いてある、それに喋り方が不自然だからセリフに集中できない、ためを作って聞きやすくしているつもりかもしれないけどセリフが隙間だらけで
素人っぽい印象しか残らない。だって僕らが会話をするときにそんなもったいぶった喋り方しないでしょ。その上すぐに感情をむき出しにして怒鳴る、大声でセリフを叫ぶことが気持ちのこもった演技だと勘違いしてるんだろうねとおっしゃっています。出ている役者が過剰演技すぎるという日本のドラマや映画の欠点に関しては金城さんも以前から気になっていたようで、日本における出世作となった神様もう少しだけではもっと抑えた演技がしたいと制作側に訴え、対立があったとも噂されております。若手時代から演技論で制作スタッフと喧嘩をするほどのこだわりのある金城さんだけに、自分の演技論が受け入れてもらえない日本の映画やドラマからは自然と足が遠のいてしまったという可能性は大いに考えられる話ではあります。金城武さんが日本の映画やドラマに出演しなくなった理由に関しては、ギャラの折り合いがつかないからではないかという指摘もネット上にはあります。純粋な日本資本の映画としては、金城さんが最後に出演した作品は2008年に公開された映画 K20 怪人二重面相伝となります。金城さんが主演を務めた K20 怪人二重面相伝は興行収入20億円を記録し、邦画としてはヒットと呼べる成績を残しております。しかしながら日本の数倍の興行規模を誇る中国映画市場などが含まれた中華圏で活躍をする金城さんに見合ったギャラを出せる興行収入かというと疑問符がつく規模のヒットであることは確かです。もともと売れっ子俳優の一番の収入源は CM と言われるくらいに役者業では稼げない日本だけに、2010年代以降は金城さんの相場に見合ったギャラが出せなくなり、出演交渉が成立しなくなったという可能性は大いに考えられます。アメリカで活躍をする俳優真田広之さんも、後進の役者たちのために母国日本の仕事ですらギャラのディスカウントには応じない方針であるため、2005年に公開された映画「亡国のイージス」を最後に日本の映画やドラマには出演していなかったりします。金城さんが日本の芸能界から消えてしまった原因は、役者が稼げない職業となってしまった日本固有の事情が関係してきていると言えるのかもしれませんね。日本の芸能界ではこの10年弱ほど見かけない顔となった金城武さんですが、母国台湾でも20年以上映画やドラマに出演していません。それどころか母国での芸能活動はこの10年で CM 出演3本だけという少なさの金城さんは、台湾では謎めいた存在とも揶揄されている立場だとか、中華圏の大スターである存在感を思えばやや意外な感じもする金城さんの台湾芸能界離れですが、金城さんは現在でも台湾在住なためアンチ台湾というわけではないようですね。金城さんが台湾の映画やドラマに出演しなくなった理由は、中華圏でスターになりすぎた結果出演料の折り合いがつかなくなってしまったためだと思われます。芸能でもスポーツでも大きな存在になればなるほど、マーケットの小さな母国で活躍する余地がなくなるなんて悲哀を持つ有名人は世界でも案外多いのかもしれませんね。金城武さんには2011年にイタリア・ミラノにて日本人女性との熱愛が発覚したとのスキャンダルが降って湧いたことがありました。当時の金城さんはミラノコレクション関連の仕事のためにイタリアに滞在しており、自分の名声が轟いている中華圏以外にいたことで多少の油断などもあったのだと思われます。金城さんがミラノで日本語を話す女性と楽しげに食事などをしているという噂は即座に中華圏の芸能記者たちの耳にも届き、金城さんは女性と一緒に車に乗り込んだ姿をスクープされることとなりました。金城さんには以前から日本人と極秘結婚をしているとの噂が中華圏ではささやかれていたため、その生きた証拠がつかめるとばかりに中華圏の芸能記者たちも張り切っていたのでしょうね。レストランなどの支払いの際に女性が金城とサインをして会計を済ませていたとの情報まで芸能記者たちにつかまれていたため、以前より噂されていた金城武の隠し妻が発見されたと中華圏では大騒ぎとなったようです。しかしながら
金城さん側は金城武史は独身であることをあくまで主張し続け、映画の記者会見でも金城さんが自らの結婚説を否定したため、金城武史さんが自らの口で否定したことで表向きは鎮火した金城武史極秘結婚説でしたが、その後も金城さんと日本人女性との2ショット現場は中華圏のマスコミにたびたびスクープされることとなりました。中華圏の金城ファンの誰もが知りたがっていた日本人女性の正体が明らかとなったのは2016年のこととなります。金城さんが出演をした映画ジンの撮影現場に姿を現した日本人女性にまたしても日本人妻と騒ぎ立てる中華圏の芸能マスコミに対して嫌気がさしたのか、ついに女性の正体を公表する決断を下した金城さん。気になる日本人女性の正体ですが、ヤオイジュンさんという台湾女性であり金城さんの担当マネージャーの一人だそうですね。このヤオイジュンさんは台湾芸能界では知らぬ者なしの敏腕芸能マネージャーだという話であり、蘇生を調べようと思えば即座に正体が判明する存在だと言えます。さらに言ってしまえば、それ以前にヤオイジュンさんと中華圏の芸能記者たちとは顔見知りの間柄ではないかと思われます。言うなれば中華圏の芸能記者たちによる意図的な捏造ゴシップだったといえるこの騒動、海外の芸能マスコミに比べれば日本の芸能マスコミは貧困法制だなんて俗説がありますが、案外本当のことなのかもしれませんね。この問題は一旦は鎮火することになります。日本人女性と結婚しているという噂はガセネタだった金城武史さんでしたが、過去には日本人の彼女がいたことはあるようです。金城さんの本当の日本人彼女だった女性に関しては吉村美紀さんというモデルとなります。吉村さんは現在も BST という中年女性向けのファッション雑誌を中心に活躍をされている方なので、ご存知な読者の方もおられると思います。1971年生まれという金城さんより2歳年上の吉村さんは、以前は吉村美紀名義で女優活動をしていました。金城さんの日本における代表作の一つである神様もう少しだけにて主人公石川圭吾の恋人役を演じていた吉村さんは、撮影中に金城さんと恋仲となってしまい、一時期は半同棲状態だったと言われております。さらには当時の吉村さんは極楽とんぼの加藤浩二さんと交際中だったため、加藤さんが金城さんに恋人を寝取られる形となってしまったとか、エンタメ界の大物たちを手玉に取ったといえる吉村さんですが、現在は既婚者となっており、一児の母でもあります。イケメン美女だった中高年芸能人ほど劣化の噂がささやかれる機会が多い日本のネット界ですが、金城武史さんも例外ではなかったようです。日本のネット上にて金城さんにハゲた説が流れた理由に関しては、ある画像が出回ったことが原因となります。日本では2009年以降は重くにかかる機会が減っていた金城さんだけに、写真における生え際のスカスカ具合は必要以上に日本のネットユーザーたちの印象に残る羽目になってしまいました。金城さんと同じアジアのイケメンスター枠である福山さんなどは、年齢の割に髪の毛がふさふさなため、植毛説がネットで流れているなど、大衆が興味津々なイケメンスターの髪の毛問題。バラエティ寄りの中居正広さんなどは、自身の髪の毛の噂を逆にテレビ番組などで笑い話にしていますが、正統派のスターほどネットの陰口に悩まされる時代になってしまったと言えるのかもしれませんね。自身のハゲた説について金城さんは、マネージャーを通して髪が少なくなろうが別に気にしませんとコメント。本人はあまり気にしていないようで、かなりあっさりとしています。金城武史さんは2016年に映画ジン、2017年に映画恋するシェフの最強レシピに出演していますが、2018年以降の俳優活動は何もない状態となっています。金城武史さんの公式ホームページも更新されておらず、現在何をしているのか不明です。毎年発表される世界で最もハンサムな顔100人では2013年から16年まで4年連続ランクインされており、また中国メディアによる
世界10大美男ランキングでは8位に選ばれるなど、日本のみならず世界からの注目も未だ健在のようです。世界的に知名度も高いですし、今後もさらに活躍が期待できそうですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。